それではここまで学んだことを生かしてワークを行いましょう。次のトラブル事例の動画からお金のトラブルを防ぐ方法を考えてみましょう。社会人の夏希さんは SNS に洋服や時計などのファッション関連の写真を載せるのが日課です。あ、もう100いいね超えた。ある日、買い物に来た夏希さんは気になる商品を見つけました。このオーディオ気になってたんだよね。でも最近散財してるから支払えるかな。迷っている夏希さんに店員が話しかけてきました。当店でクレジットカードを作ってリボ払いをお選びいただけたら毎月5000円で無理なくお支払いいただけますよ。へえ、そんな支払い方があるんだ。それなら払えます。夏希さんはリボ払いでオーディオを購入することができました。便利なリボ払いを知った夏希さんは他にもいろいろな商品を同じように購入していきました。 SNS にもたくさん投稿でき、いいねもフォロワーもますます増えて大満足です。リボ払いならどれだけ買っても毎月の支払いは5000円だけ。これならたくさん買い物できるね。しかしその後、夏希さんのカードが限度額に達してしまい支払いができなくなってしまいました。そうだ、もう1枚カードを作ってこれもリボ払いにすればいいや。その後もカードをどんどん作っていくうちについに新しいカードを作ることができなくなってしまい、困った夏希さんは、仕方ない、消費者金融でちょっとだけお金を借りよう。そして何度も消費者金融を使い続けるうちについに自分で返済ができなくなってしまった夏希さんは、そうだ、会社のお金をちょっとだけ。とうとう会社のお金に手をつけてしまい、大きな問題に発展してしまいました。大きなトラブルに陥ってしまった夏希さんですが、収入と支出は次のような状況でした。手取り収入は17万円、しかしリボ払いも含めて支出も最低で17万円となっていました。他にも娯楽費や美容院代、医療費がかかる月もあるんだよな。この夏希さんの事例をもとに次のことを考えてみましょう。1、夏希さんの家計やお金の使い方の問題点を挙げてみましょう。2、あなたが夏希さんならどうしますか？解決方法を考えてみましょう。動画を一旦停止して考えてみましょう。